新州大谷派高山別院、寺市レン寺は、岐阜県高山市で包町にある新州大谷派の寺院である、道派の別院。新州本廟本山と仰ぐ。3号は、紅葉山。高山市における観光案内においては、高山別院と記載されることが多い。高山別院、寺市レン寺は、戦国時代、日高国白川郷中屋の寺市レン寺が、 金森長近の命で移転した寺院である。高山市には、寺子蓮寺は二家寺存在し、堀端町にある寺子蓮寺とは、直線距離で約800メートル離れている。1253年、新蘭の教えを受けた、可燃坊全春が、美濃国町滝から、日田国白川郷鳩ヶ谷に入り、小連寺を建立する。小連寺を中心に、日田国の浄土真宗は一大勢力となる。 戦国時代、昌蓮寺の僧、共神は宣言し、三島昌元を名乗り、弟の民教と共に勢力を拡大する。この頃、以降、加賀一向一騎などの北陸の一向一騎の際、兵の派遣や協力を行っている。やがて、三島氏とこの地を治める菊も城城主内ヶ島氏は、勢力争いで対立する。1488年、菊も城城主茅ヶ島ためにより、 小蓮寺は、焼き打ちに会い、三島証言は戦死、民教は過労じて逃げ延びる。民教の子である、小蓮寺第十世名神は、内賀島溜氏とは牧師、1504年、日田国白川郷中谷に寺院を復興し、小蓮寺から、紅葉山、寺子蓮寺と解消する。内賀島市と手を結んだことにより、寺子蓮寺の勢力は拡大し、三木市の後に、 日田国を治めた日田鉱山藩初代藩主、金森長近はそれを恐れ、1588年、鉱山上場下の現在地に、寺子レンジを移転させる。移転後も建物は、白川郷中屋に残され、寺子レンジとなる。鉱山に移転した、寺子レンジは、金森氏と手を結び、勢力を拡大していく。1641年、千心は、 東本願寺十三大仙場の六女の佐奈姫を迎え入れ、本山との関係を濃くする。1644年、千心は寺子連寺第十五世を継ぐと、さらに金森氏と密接となる。一説によると、権力欲に駆られ贅沢な振る舞いをしたという。その結果、住民らは寺子連寺から心が離れていったという。1692年、 第六代藩主、金森織時が、出羽国上の山藩に転放され、飛騨国は一国すべて、抗議御領となる。治療は安堵されたが、後ろ盾を失った、寺子蓮寺は、一気に衰退する。さらに、先進の死後、寺子蓮寺と松寺に圧力が生じたこともあり、衰退の一途をたどる。1七0年、寺子レン第十七世の一条はこの事態を打開するため、 テラシレンジを本山に献上し、本山の掛け所、鉱山、五坊となる。テラシレンジは鉱山に移転以降、数回にわたり消失と再建を繰り返す。1955年、放火により、道雨を消失する。1964年、道雨を再建する。ありがとうございます。